サッカー、J2、モンテディオ山形は12日、岡山戦に向け練習を行いました。なんとか自分が出て流れを変えて、勝ちにつなげられるようにという思いで試合に出ました。前半はなかなかこうボールを保持して前に進むことがうまくできてないシーン多かったと思うので、自分が出てこう、うまく周りとの距離感を縮めながら、スムーズにボールが前に運べるようにというところを攻撃は意識したのと、守備はしっかり切り替えを早くして、ボールを拾ったりボールを奪ったりするところを意識してやりました。セレモニーを開いてもらったモテディア・マガテス感謝してますし、本当僕だけの一人の力で達成したわけではなくて、それをむしろ本当周りのこれまで出会ったいただいた方々のおかげでこう試合を重ねてこれたっていう気持ちがすごく強いので、本当に皆さんに感謝したいなと思っています。まずは強い気持ちでこうプレーオフに向かっていきたいのと、今やり続けているこれまで積み上げてきたところがあるので、それをしっかり試合で発揮できるように日々の練習から頑張っていきたいと思います。そこから粘り強く下がらないところです。チームの雰囲気は順位的には全然まだまだ諦める必要はないですし、自分たちが勝ち点を積めば最終的に滑り込める可能性はあるし、みんなそこを目指してやってるので、すごくいい緊張感でやれてるとは思いますし、僕もそこに対して貢献したいなと思ってます。そうですね、もう本当一試合一試合勝ち点を重ねていくしかもうないので、他の結果も気になりますけど、もう本当に目の前の試合で勝つっていうところだけを考えてやりたいなと思ってます。いつもホームで本当に素晴らしい雰囲気を作ってくれますし、ここでホームで一つ勝っていい流れに変えていけるようにしたいなと思っているので、ぜひスタジアムの後押しをお願いします。